はい、どうも皆さん、こちらでした。どうも皆さん、こんばんは。夕方に続きまして、今日筆記の発表の夜ということでね、例年通り YouTube ライブをねやっていきたいと思います。はい、ちょっとさっき見えちゃったんですけど、まあ、ちょっとね真面目なデータ的な話もしておきつつ、でもだってこれでもう皆さんは来年降格する方ね、特にはもう他のデータ分析的なやつね見なくていいんで、もうね、まあいいか。ちょっといきなり悪口から始めるのもねあれなので、皆さんじゃあちょっとお飲み物でもお手元に入れていただきまして、僕はねこの新拠点になって仕入れましたサーモスとかティファール、僕好きなんですよね、の600ミリリットルかな、600ミリリットル、こっちか、600ミリリットルも入る真空管タンブラーにこのトリスのねハイボールを注いでいきます。ただね、氷がね、氷が1トレー分入ってるんで全部入らないですね。なみなみと氷も入ってますからね。はい、じゃあ皆さん、とりあえずね、合格した方もそうでない方もいると思いますが、とりあえずまあ乾杯しましょう。お疲れ様です。うん、今日はねまだねこれ淡麗しか飲んでないんで、はい、あとはね1週間前のお茶ですこれはい、じゃあ始めていきましょう皆さん。今日はね筆記の発表の夜ということでね、合格した方ね本当におめでとうございます。安堵っていう意味ね、合格したらよっしゃーみたいなやつよりもね、よかったーっていうね、とりあえず来年勉強しなくてもいい安堵の気持ちがね一番大きいってよく言われるんですけどね、それがちゃんと分かったと思いますね。喜びを爆発させるみたいな感じにはならない気がします。まあ、次年度の勉強を免れるっていう意味の方が大きい気がするんでね。まあ、口述の模試の予約と、うん、あとはなんか X のアカウント作ってね、合格者との交流をするとかね、そういったのをしっかりねしていただけるといいと思います。でちょっとだけねその口述についての話をしておくと、これあんまり他ではされないことなんですよね。その口述ってのはみたいなね、口述とはみたいな、その調子の話がある中で、これは僕しか知らない話だと思います。うん、口述にあたってもね、登記洗礼が出ると言いますかね。まあ口述ってどうやって問題作ってるのって話なんですけど、これはですね法務省から午前午後と登記法、司法書士法のそれぞれのねテーマだけが各法務局の担当者に対して通知されます。例えば仮登記についてとかね、抹消回復についてみたいな、本当に大まかなテーマだけなんですよね。だからその合格者の方で口述模試の冊子をもらった方はですね、その体験記なんかを読んでいただくと全然違うんですよね。質問されてる内容が、大きなテーマは一緒なのに、それは大きなテーマごとの各問いっていうのは各法務局で決めてるからなんですよ。でそれだからこそ落ちないんですよ。で各法務局で問題違うってことね、これ。でなんか落ちない、なんでか落ちないみたいなの言うじゃないですか。僕はそれをちゃんと調べたんですよ。じゃあそうでした。だってね、筆記の問題公開されてんのになんで口述の問題公開されてないのっていうのは普通に疑問に思うところじゃないですか。で調べてみたらテーマが通知されてるってことがね分かったので、だからよりその落ちないっていう意味がね納得していただけるんじゃないかなと思います。なんで落ちないかと、一番の問いは今まで誰も落ちたことがないからっていうのもそうなんですけど、一番の答えっていうのは問題が違うからっていうねことでした。ではコメントを読もうかな。コメントを読ませてねいただきつつ、まあ一応法務省から発表されたデータがあったのでね、それに基づくこの分析の結果、なんかね今回ね新しい拠点がここにね引き出しみたいなのがね
ありまして、そんな感じでね、これ夕方お見せしたやつのこれ令和6年度バージョンです。これ出来たてほやほや、2時間前ぐらいに出来たやつですね。これのね話をね後でしていこうかなと思います。はい、ではコメントね読ませていただきましょう。これ10時半ぐらいからねスペースしようかなと思ってて、森山先生もね向井先生も来てくれるって言ってるんで、で言っていいか知らないですけどね、土曜日ね僕向井先生と森山先生とご飯食べに行くんですけど、ご飯も食べに行くし今日もスペースで会うしってことでね、めっちゃ楽しみなんですけど。はい、じゃあ行きましょう。空豆さんこんばんは、よろしくお願いします。どうも NK さんこんばんは。トリスいいですね。最近トリス好きなんですよね。あの角杯の缶も冷蔵庫に入ってるんですけど、ちょっと今日はねいっぱい飲みたいなと思ってね、トリスの 500ml のやつにしときました。どうもやさんこんばんは、よろしくお願いします。どうもとあーさんお疲れ様です。 KB 乾杯。はい、ゆきぴーさんこんばんは。ビールとシュークリームを用意しました。キャリアの相談しに来ました。うん、ここら辺もね向井先生に聞いていただけるとねいいんじゃないかなと思います。向井先生の事務所行きたいでもいいですしね、あとこの配信の概要欄のところにね、一応向井先生のも事務所の求人の連絡先と、あとは滋賀県のですねだるま先生っていうね、まあだるま先生っていう風にしとこうかなの、事務所の求人の案内も出てるんで、まあ、めっちゃ修行したい方なんかはねおすすめです。めちゃくちゃおすすめです。僕も行こうかなと思ってます。 YHN さんこんばんは。どうも、今日は合格発表を見る以外何もしなかったのにヘロヘロになりました。昼にライブがあったのに夜までライブしてくれるなんて、先生は仕事ができる男して尊敬です。仕事できですね。はい、ありがとうございます。大変な仕事ですよ、合格発表を確認するっていうのはね。それだけでも大変なのにね、その他のこともねされた方はね本当にねお疲れ様でした。僕もね、ちなみに今日は合格発表の確認とライブやってるんですけど、ライブやってるって言ってもね、今日の夕方にも言ってたんですけど、僕もね一人で見たくないんですよね。もうここ何年も一緒に見てるんで、この受験生の皆さんとね、この配信を通じて一緒に見てるんで、一人で見てもなんかその一緒にいたらなかなか法務省のホームページにアップされないこともまた思い出じゃないですか。でも一人だったら本当にただムカつくだけだから、よしって言ってたやんけって話になっちゃうから、だからねこれはね仕事でも何でもないんですよ。それ含めると僕ね今日ねほぼ移動しかしてません。で新幹線の中はまあ2時間半ぐらいあるんですけどね、ずっとね明太子スパゲッティの作り方研究してたから。明太子スパゲッティってマジで難しくて、完全にね明太子に火が通らないようにするためのやり方ね、それをね研究してたんですよ。はい、ごめんなさい、次行きましょう。不法行為不当利得さんこんばんは。私も祝杯を始めておりますと。そうですね、祝杯の皆さんおめでとうございます。エミ加藤さんこんばんは、よろしくお願いします。私もサーモスのマグカップ毎日使ってます。これなんかマグカップみたいな可愛い呼び方していいですかね。でもいいです本当に、ちゃんとした真空管タンブラー。ここに偽物は水滴出てくるんで、これは本物だから水滴つかないし、明日の朝もこのままね、今入ってる氷ね、今入ってる氷は明日の朝も残ってます。すごい技術です。ゆきぴさん、夜の空が綺麗に見えますね。曇ってますが、いやこれ本当にね景色変わりますよね。ほんまにキラキラして見えると言いますかね、それはね分かります、僕も。うん、でしかも僕のその皆さんが合格したことについての喜びって、皆さん自身の喜びに比べたら小さいだろうって思うじゃないですか。それは小さいですよ。その皆さん自身が喜ぶよりも僕の喜びが大きかったらおかしいじゃないですか。でも皆さんが思ってる以上にやっぱり嬉しいのは嬉しいですし、僕の存在意義じゃないですか、合格者を出すっていうのは。それがちゃんと意義があったってことになるし、
そういう合格報告をいっぱい受けるから、皆さんの合格が100、ね、皆さん自身の合格が100に対して僕の喜びがたとえ1に過ぎなかったとしてもですよ、その1がどん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 積み重ねてって、ね、可燃度を入れさせていただいたら、それは100人も200人もいますからね、合格者ね。皆さんよりもある意味嬉しい状態に、ね、なるのがね、この予備校講師の、ね、仕事ってやつなんですよ、ね、だからやめられないんですよ。本当にね、麻薬を使ったことはないけど、麻薬ってこんな感じかなっていう、やめられない、かっぱえびせんみたいな感じ。玉子先生どうも、エメロ先生待ってましたと、ありがとうございます。はい、あの前座とかね、なんかおっしゃってましたけど、全然ですよ本当にね。僕もね、あのちょっと最初だけしか見れなかったんですけどありがとうございます。ピーゴさんこんばんは、よろしくお願いします。どうも、トンスケさんこんばんは、お邪魔します、どうぞ。ピーさんこんばんは、この時間を楽しみにしておりました、ありがとうございます。そんな言っていただいてね、このおじさんの配信をね、はい、さっきね、実は夕方よりもね、明るさをね変えてるんで、ちょっと不自然な明るさかもしれないんですけど、もうそうやらないとね、この部屋だとね、ダメですね。長谷さんこんばんは、新拠点の居心地はいかがですか。まあ簡単に一言で申し上げると、ちょっと気持ち悪い気持ちが、ね、あります。他人のね家に来てるかのようなね、そんな感覚に陥ってます。皆さん東京来た時はね、ぜひブラッサム新宿さんっていうね、ホテル JR ホテル九州かな、なんかのホテルをね使ってみてください。本当にあそこ最高です。でもまあとか言いながらも、まあ実は9月から僕はここにいるんですけど、もう1ヶ月経ったんでね、だいぶ慣れてきました。清坂さん、飲もうかどうか迷って飲まずにいます。やっぱり飲もうかな。いや、飲んだらいいんですよ、もう飲んでください。山本先生も飲んでたって言ってましたよ、受験生の頃から。もう早く起きて夕方にはもう終わらせて、で飲んで寝るっていうおっしゃってましたよ。はい、ジョニーさんこんばんは。自己採点は厳しかったので、来年こそはと思って見ています。いつも失速しているので、今回はしっかりついていきます。そうですね、ちゃんとねペースをね守らないとね。僕もね、実は4月ぐらいにね、受験生の頃ね、燃え尽きてしまいまして、ずっとね、もう毎日ずっと喫煙所でタバコ吸ってたんで、朝から昼まで。でちょっとなんか昼から勉強したら、また3時間ぐらい喫煙所にいたりしたんで、ペースって大事ですね。はい、まあ、そんな当時の自分、僕がね今受けたら合格できないんでね、本当に前だから、昔だから合格できたと思ってますね。はい、しゃっこつさん、ほんまお酒飲みながら参加させていただきます、よろしくお願いします、どうぞ。あのお酒もどんどん飲んでいただいてね、なんならね、あの普通の普段の YouTube ライブでもね、お酒飲んでいただくといいと思いますよ。ちなみに YouTube ライブ僕やってるじゃないですか、8割ぐらいお酒飲んでますけどね。まあお酒飲んであのレベルですから、お酒飲まなかったらグダグダですね。はい、では次行きましょう。暗いニアンさん、こんばんは。雨に降られながら法務局で見てきました、お疲れ様です。今日ね、雨降ってる地域ありましたね。大阪もね雨降ってたし、新宿も雨降ってたんで、今日全国的なのかな。ベストさん、試験の後ろの人がうるさくて全く集中できませんでした、結果ダメでした、はっきり言って訴えたいぐらい、そんなにうるさかったんですね。これちょっと言った方が良かったかもしれないですね、あの監督官に。絶対用意してるはずなんで教室を、ちょっと後ろの人がうるさいんですけどってね、言った方がいいかもしれないですね。他の皆さん、ゆきびさん、夢の先生と働けたら毎日が楽しそうですね。そうです、と思うでしょう。僕ね、協調性がないからね、行使してるんですよ。こうして一人で仕事するで、基本的にみんなとなんかチームで仕事をしてる自分をね、想像することができないですね。はい、ダンプティさんこんばんは。来年で最後にするために来ました。そうですね、来年最後にしましょう。令和7年度が皆さんのね合格です。ベストさん、来年受ける気は今はもうしません、それぐらいやりきったからね。なかなかね、でもね、でももったいないと思ってます。僕本当に勝手なんですけどね、ちょっと耳が痒いんですけど、あの皆さんにね、いろんな事情があると思うんですけどね、やっぱり僕ら講師だから、その、なんていうかな、筆記の発表まで待ってるってことはね、これすごいことだなっていうのが、すぐ後でお見せするデータ上も明らかなんで、
だからまあもったいないかなとは思いますけどね。はい、タカリアンさん、タカリアンさん、姫野先生のチャンネルに出会い、独学で一発合格を目指す勇気と希望をいただいたと本試験翌日にコメントしたものです。無事に合格できました。すごいですね。姫野先生の動画のおかげです。本当に感謝しております。ありがとうございました。どうでもないです。よかったです。そしてもうでも独学、その本屋さんの本と YouTube で独学できる、独学できるじゃない、合格できるってことですもんね。素晴らしいですね。はい、だからといって皆さん真似しない方がいいですよ、ね、あの僕はいつも言ってるんですけどね、独学一発合格は金メダルよりも難しいっていうね。でも金メダル舐めてるだろうと思うかもしれないんですけど、あの金メダル取る方ってね、恵まれてると思うんですよね。その経済的にも肉体的にもいろんなものがね、本当に実力っていうか、なんかその分かります？そのやっぱり金メダル取るってすごいことだし、それをなんか僕らと比べられてもって思いません？スポーツ科学とかあるしね、小さい時からすごい水泳の人とかすごいじゃないですか。もちろんなんか野原で過ごしてみたいな人もいると思うんですけど、そのまあアフリカの方とかすごいじゃないですか。その日本とは全然違ってね。でも言うてもその肉体がすごいじゃないですか、筋肉のつき方とかね。その意味で僕は一発独学の方が金メダルよりもすごいし価値があると思ってます。はい、ウエストさん、あの試験官にあの時すぐ言えなかったのか後悔してます。いや、それもね本当にね偉いですよ。もし僕がねこれ近くにいたら僕言いますよ。あれ、気分悪くなるじゃないですか、やっぱり後ろの人もその前のやつがうるさいって言ってきたみたいな感じでね。僕はそういう時のためにも受けてるみたいなとこありますから、僕と教室一緒だったら言ってましたけどね。はい、では次行きましょう。コウさん、来年を合格します。次は私の番です。勉強していきます。いいですね。でもね、ほら気負いすぎずね、皆さんもねあんまりこう今日の気持ちを保存しといてほしいんですよ。本当に今日も夕方も言ったんですけどね、動画撮るのがいいと思ってます。本当に今動画撮ってください。自分のなんか悔しい気持ち、頑張ろうって気持ちね、自分にだけ見せればいいんで、本当に大事だと思いますね。そういうの、気持ちの保存っていうね、大事だなって最近思ってます。あ、すみません、行きましょう。先生、読みにくい名前のチッチファン、ちょっとですね、チッチファンタスティポさん、チッチファンタスティポさんか、チッチファンタスティポさん、合格発表時のライブ配信時に言葉足らずでした。とんでもないです。多校生ですが、先生のお礼をしたかったのは、合格発表時に一人でいなくていい場所を設けていただいたことと、先生の動画と資料で勉強させていただいたことです。本当にありがとうございました。できればその他校のね合格体験記にバーンとね書いてみていただくと面白いんですけど、まあ一旦書いたらね、あの消してくださいって言われると思うんで、そのくだりなんかをねまた教えていただけると嬉しいんですけど、いやもうこのバーね本当に僕もね助けられてるんで、皆さんにね、とつけさん、姫野先生の動画のおかげで苦手だった会社ほど商業東京が得意になり、本番でも得点ゲットすることができました。独学での勉強で大変な時もありましたが、なんとか一発合格できてほっとしました。この場を借りてお礼をさせてください。本当にありがとうございました。いや、とんでもないです。ありがとうございます。っていうか、一発合格者のちょっと姫の YouTube 率みたいなやつね、これね、あの、まあ、実はね今年に限らずね結構ご活用いただいてて、一発合格の方にね、ただね一発合格って言った後に、あ、姫野の YouTube 見てましたって言うとね、これね、あ、予備校の講義受けてるやんみたいな扱いにはなると思います。ちょっとねそういう感じなんでね、だからというのかね、もう言ってくれなくなる人もいますね、動画見てましたってね。はい、だから先ほどのタカリアンさんもトンスケさんもね、ずっと言ってください、ちょっと YouTube 見てたよって。山田さん、こんばんは。今年も不合格でした。ここ4年卓越は約10週ぐらい上乗せでき10問ぐらい上乗せできてるんですが、記述の基準点にいかなかったり、基準点少し超えて総合値になってます。明らかに記述対策で失敗して落ち続けています。私はメインはレッグなのですが、記述対策は先生の記述式対策講座を受講します。岡山済みなので通信ですが、よろしくお願いします。山田さん、もうちょっと先にちょっと何年か前に気づいてくださいよ、これ。っていうのはまあ冗談で、
まあ、来年合格できると思うんで、あのね、択一をね、そのままキープしてください。それプラス記述式対策講座で、ね、大丈夫です。あの、今年ね、本当に記述ダメだったって方は1000人以上いるんですけど、記述式対策講座しっかりやっていただけるとね、安定できると思います。その分ハードなんでね、魔法なんかないんで、しっかりとした手順、めっちゃ細かい手順をちゃんと覚えていくみたいな感じですね。シャッコさん、択一で同じが取れなかったのが範囲と考えているので、明日からテキストとパーフェクト過去問題集を反復横跳びです。そうですね、しっかり計画立ててね、やっていきましょう。愛さん、こんばんは。来年は法務局の掲示板に見に行ける余裕の点数で合格したいです。そうです、本当に来年合格しようはね、ただ合格しようじゃなくて、もう夏めっちゃ余裕みたいな、もう個別相談申し込まなくてもいいぐらい、択一も30兆、記述ももうほぼ満点、これ個別相談なんかいらないですから、ね、夏はもう遊びほうけていただいたらいいんでね。不法行為不当利得さん、試験当日の早稲田大学の一部教室は浸水で床がぐちゃぐちゃでした。そんなんあったんすね。僕も早稲田大学なんですけど、階がね、あの3階か4階だったんで、多分その影響はないんでしょうね。ね、山田さん、記述対策講座で頑張れば劇的に変わりますが、レックでは記述対策は私にはいまいちでした。合う合わないはね、あるとは思うんですけど、でもそれをまあねじ伏せてね、これをやれば他の合格者が言ってるように大丈夫になるって思っていただいたら大丈夫なんじゃないかなと。まあ少なくとも YouTube の僕の講義を見ていただいて、でそれで何このやり方嫌だなみたいな、まあ僕の話がそもそも合わないとか関西弁嫌いとかじゃなくてね、やり方見てなんか変な合わないな、まあそれこそ本当に皆さんの感覚ですね、直感ですね、それに基づいてねやっていただいて、うん、そこでそんなに嫌悪感がないというかね、猜疑心が生まれないみたいなことであればこれは大丈夫だと思います。はい、マンゴー国さん、こんばんは。記述判定変更された今年の本試験で6月一発合格はすごいですね。確かにね、そうですね、記述式でちゃんと点数取ってるってことなんでね、はい、NK さん、オートマ独学プラス本試験直前の姫チューブで2年目合格できました。おめでとうございます。姫の先生のおかげで最後に択一見直す時間ができたので、もう日本の方角に足、あ、日本の方角にってことか、外国にいるってことか。かなこさん、総合上級本科生を2年受講しまして合格しました。4回目受験とありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。あのタックにねちゃんと言ってください。高木さん、結果ダメでした。独学で暗闇でした。でも今年は初めて午前3時午後総合お家まで行けました。いろんな事情で独学です。先生 YouTube を見たり聞いたりして軌道修正できました。悔しいですが感謝の気持ちです。本当にありがとうございました。まあ、来年ですね、来年です。なよさん、これだけ合格された方の声が詰まるのも、ひめの先生の現在までの指導方針に本試験が追いついてきた点や、予備校の枠を超えた YouTube 講義あってのことで業界に多大な貢献をされていると思います。ありがとうございます。恐縮です。嬉しいです。かなこさん、ひめの先生のおかげです。 ありがとうございます。はい、じゃあちょっとクライニアンさんのコメント今から読んで、あのデータの話はねさっとねさせていただこうかなと思います。一応真面目なパートもありますんでね、これね。クライニアさん、先生の記述式対策講座のおかげで合格できました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。どうも、去年の7月、絶望の気持ちで、高シーズン段階の動画を拝見して、あれ、このパーマのかかった素敵なお兄さんは誰だろうと思ったのが、姫野先生との出会いでした。先生に足を向けて寝られませんといただいておりまして。あの、そうです。一時期というか、昨日までね、パーマかかってなかったんですけど、また、昨日ね、ちょっとパーマ。当てました。はい、じゃあちょっとねデータの話ねさっとさせてください。はい、総まとめみたいなね感じです。まず一番下ですね、すべて発表されまして、一番下です、ここです。択一の基準点もともと出てたんですけど、記述の基準点が83点とね、例年のね、まあ後で見ましょうかね、あの得点率がねだいたい 50% 台だったんですけど、30.5 とかほら、昨年は半分いらなかった。
一昨年はちょうど半分、その前も半分いらない、半分いらない、半分いらない、半分ちょっと超えてたって感じだったんですけど、83はね、明らかにこれ70点が半分ですからね。ね、70分の83おかしいけど、70点が半分であるところ83ですから、かなり記述でいい点が必要だったって感じですね。はい、で基準点の合計額が233なので、合格点267点から考えると上乗せ点が34点ですね。で上乗せ点をちなみに択一で全部取ろうとすると12問ですね。12問上乗せが必要ということで、これねいますね、12問取った人。択一で12問上乗せたけどね、でも記述の基準点がいかなかったって方がね、これ少ないはずなんですよ。例年と違って上乗せがそのかなり高くなったじゃないですか。ね、そのなんていうかな、その上乗せ率みたいなものが高くなったから、ね、でも今す何人か大幅に減ってますけどね。じゃあ次行きましょう。記述式の基準点は先ほどねお見せした通りなのですが、ここね 59.2% です。ね、59.2% 取らないと基準点に行かなかったと。いうことはですね、これ単に配点が倍になっただけじゃなくて、かなりね、もう直近、まあ、ちょっと上の方をね、皆さんずーっと見ててください。こうね、こう見てっていただくと、59、約 60% っていう数字は、なかなか出てこないでしょ？まだ出てこない。まだ出てこない。これ見てください。37.5 ですよ。これ何かっていうと、平成20年度。記述式不答がね、0点でも合格した年が、やっぱりね、かなり低いです。で、ここで配点変えてね、ちょっとまあ簡単になったっていう感じかな。で、その前に振り返っていただいても、ほら、やっとここで 60.6。ね、これ見てください。70点ってって思う。70% ってって思うでしょ。7割取らないと基準点いかなかったってことなんですけど、これはですね、簡単なんで。これ僕が合格した年、62.5。これも簡単。ね、ここら辺はね、もう今はね、見ちゃいけないぐらい、参考にならないぐらい簡単だと。思ってください。でちょっとここから難しくなったのがこの3年ぐらいかな、対なんか1期第2期って仮に分けたとするとこんな感じで、もここら辺からもう別紙がまた復活したんでね、難しくなってきたということです。でまあ古すぎるのはね、昔はもう 60% いってたんだみたいなのはあまり参考にならないから、これはね、そうするとやっぱりこの直近10年ぐらいで見ても記述の配点が高くなったことによってこの得点率、基準点いくための得点率が大幅に上がってるんで、やっぱり記述、単に配点が倍になっただけじゃなくて、記述の点数、いい点取らないといけなくなったっていうのがね、まあ、パッと見てわかるんじゃないかなと思います。はい、その次、合格者数など見ていただきますが、今年の合格者数、ここね、737人です。かなりね、増えてますよね。増加傾向にありますが、受験者数増えてるから合格率としては後で言うとりあんまり変わってません。で、あとってのがもうここです。ここが一番大事なデータですかね。まず合格率がですね、ここ出願ベースだと 4.3 で昨年と一緒で、筆記の、いや当日来た人かな、午前午後ちゃんと受けた人で言うと 5.2% だから、司法書士試験史上最高の合格率だったと思います。まあ 0.1 ポイント上がっただけですけどね、 5.2 になりましたね。で、それプラスね、今日皆さんと話したいのはですね、ちゃんとね今日まで待ってたってことは、で不合格になっちゃった方はね、は択一の基準点を突破してたということでね、択一基準点突破をね当たり前と捉えてる方が多いんですけど、いやご自身の中で当たり前と捉えるのはいいことなんですけどね、すごいことなんですよこれね。今年ね、択一はね、ちょっと昨年よりも難しかったと言えると思います。問題の難易度じゃなくてね、基準点突破が少し難しくなったということなんです。ずっとね、上がってたんですよね。択一基準点突破しやすくなってたんですけど、ここに来て、こう見てください。ね、簡単に言うと100人いて、ね、択一基準点突破できるのは17人だけってことです。残りの83人はもう択一基準点突破できないってことね。で、18人、約ね、18人、択一基準点突破人の中で、5人受かるのが司法書士試験ってこと。100人中、17人か、18人、17か、17だ。100人中17人が基準点突破して、その中から5人が受かる試験。これが司法書士試験です。
記述式が大事です。でもどっちかって言ったらこのここね、この減らし率が83人減るわけでしょ。ここ12人だけじゃないですか。そうするとやっぱり択一式こそが昇級試験と言える面はあります。その次、ここの数字注目ね。これは択一の基準点に達したが記述式の基準点に達しなかった人、要は記述で泣いた人です。記述の基準点いかなかった、択一は基準点突破できてたのに記述の基準点80何点か83でしたっけね、にいかなかったって方が1153人もねいらっしゃいます。さっき見た通り、ここね、ここ2445人が択一の基準点午前午後もちゃんと突破してる、イコールこれが記述の採点してもらった人ってことだから、2445人からこの2445人分の2445ね、2445分の1153、これが記述で泣いた人です。だから半分はね、択一の基準点突破できても半分は記述で泣くってことです。はい、その次、総合落ちって呼ばれる人、これが555人です。ここ総合落ちね、全ての基準で突破できてるのに上乗せ点30何点を取りきれなかったってことですね。で最後、これがね、皆さん見てください。まあ、結構変動はあるものの圧倒的に少なくなったのが、こう見てください。総合得点は筆記試験の合格点以上であったが不合格であった。なんで総合得点が筆記試験合格点以上なのに不合格になるかっていうと、この原因は記述の基準点に行かなかったからです。記述の基準点言ってたら余裕で合格してるってことですからね。択一だけで基準点じゃないわ、総合得点取っててプラス記述も基準点言ってたら大変なことですよこれね。まあ、だからこの一番下っていうのは総合点は合格点以上だが記述の点数が基準点に行かなかったから不合格になってしまったという人、択一の猛者の猛者の猛者みたいな人が14人だけねいらっしゃいました。例年はもっと多いんですけどね。今年は択一だけで基準点を突破することじゃない、択一だけで上乗せ点を取ることがかなり困難になっているので、こんだけになってると。基準ってプラス12問ですからね、12問上乗せしないといけないんで、そらこの不幸はね少なくなりますよねっていうことでした。はい、ではこんな感じでね、データは分析はもう終わりなので、あとはまあ皆さんの弱い点をちゃんと分析して、ね、記述が点数が基準点いかなかったから記述が弱いみたいな、まずはその短絡的に考えていいと思います。そんな感じで、ただやっぱりバランスが大事なんでね、択一記述っていうね、だから記述がダメだった方は記述もやるだけだし、記述は書けたけど択一がって方は択一もやるだけですね。